小小泉泉一一ののちゃーん長野市議,会議員の小泉一馬です皆さんお世話になってますえー、3月議会が終わりましてね報告パート33本目ですそろそろ喉が渇いてきました小泉一馬ですがザザンということで長野市からこいちゃんへのアンサー 勝手にね長野市から「浩市ちゃんにアンサー来た!」なんて解釈してますけど解釈はまあ私の自由なんで長野市さんすいませんそんなねあざといタイトルつけちゃいけませんってもう死んだお母さんからね怒られちゃうかもしれませんけれどもはい何がアンサーかっていうとねこれなんですよね削った500万円かけた1000万円というのね 小井ちゃんでこれ第,第22回ですねの時やりましたこのことについて小泉がね実は問題提起をねしてたんですよね議会,に議会で行政にこれねかけた500万じゃあだかけた1000万で削った500万円って何の話かっていうと長野市がねコストカット成功しました500万円削りました おやったじゃんそれでってきてでも1,000万円コストかけましたけどねってそ,そういうお話でじゃんじゃんっていう感じだったんですけどそれじゃあ意味がないだろうってうことをね小泉は言ったんです。1,000万円かけてねコストカットをするんなら少なくとも1,000万1円以上をコストカットできなければそこに投じた費用の回収できないですよね全く意味がないでしょ。 で、500万円削ったって、そんじゃあね、1000万円入れてんなら、最初から何にもしなければ500万円浮いてるじゃないですか。ということなんですよ、小泉の問題意識はね。で、これ、何の話かっていうと、まあ、この時のね、あのー、おさらいになりますけれども、診療報酬明細請求書の点検業務の話であります。よくかまずに言えましたね、私ね。レセプト点検って言います。 国民健康保険ね、持ってる人、小泉もね、国保なんですけど、国民健康保険持ってお医者さん行きますよね。それでお医者さんが、じゃあ、こういう診療しましたんで、これだけお金くださいねって、国保の事務所にね、お金出します。で、長野市ですよ。とととと,と。長野市にね、お金が来るわけです。それを見て、長野市は、ああ、なるほどね。はい、全額を支払いしますよっていう時もあれば、 いやいやちょっと待ってこれ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 余分でしょこんなの出しちゃダメだよねっていうのをチェックして減額してじゃあこれだけお支払いしますっていう時があるんですでこれがねこのチェック行為がレセプト点検診療明細請求の点検なんですでここにお金を突っ込んでね点検をしてるんですよで小泉がね この問題意識持った時調べたんですよね。これ、あの前のこの時のね。22回の小池ちゃんでも出した資料ですけども、これね。平成16年度の資料でえー、っとあ手数ます。手数ます。大丈夫ですか？あの、レセプト点検の実施状況っていう点検の資料でえー、っとね。内容点検費用が。 1,000万10万100万以上、0 1億9 29億2911万6,000円でかけたとそしたら効果額が53億1135万2,000円つまりかけた費用よりもね圧縮したコスト圧縮効果の方が高かったっていうことなんです。 あそしたらこれはね、やった効果あるよねって。平成16年度時点では全国198市区町においてはね、こういう効果が出ていたんです。で、そしたらね、長野市だって500万円突っ込んだら、あ、違う違う、1000万円突っ込んだら、1000万円以上のね、費用の圧縮効果がなければおかしいじゃないですかっていう問題意識を持って小泉は、 これなんちょっと長野市もうちょっと考えたらっていうことをね言ってたんです小泉は福祉環境委員会委員ですから12月議会でそういうことを申し上げましたそしたらね長野市もね真面目に考えてくれて本当にありがとうございますっていう感じなんですけどこの3月議会になってねアンサーが返ってきたんですよじゃあ長野市ってどういうポジションなんだっていうことについてはいそれがこれなんですけれどもこれね 診療報酬明細書レセプトの内容点検の調査結果について、で本誌の現状、1028万3000円費用をかけてますよ。効果は522万1000円ですよ、ね。小泉さっき言ったみたいに、だいたい1000万円かけて500万円の効果が出ている。とするとね、費用対効果の指標としては0.51だと。まあこれをこれで割ったらね、0.51だと。 1> で1よりこれが大きければかけたお金の方よりも効果の方が大きくなってるけど1より小さいと逆かけた分だけ損してるっていうそういう指標をね長野市使って報告してくれましたでねこれ長野市まず県内19市の状況っていうことでね見てみると長野市は19の市のうち10番目だいたい真ん中あたりだね いうことなんですってで平均は0.54だから、うん、あの市ちょっと悪いですよね悪いけども大体長野県の中で見ると真ん中ぐらいっていう成績なんですだけど中核市ね日本全国で今度見てみましょうと43市中核市って準正霊指定都市ですよね見てみると43。 市のうちのねちょっと1子除いて42市になってますけど42市のうちね39番目まあどんちりに近いですわはっきり言って、ね、そういう結果になってしまいましたそして正で順正霊市中核市の平均は1.50これいいですねさっきねこっちでやりましたけれども1を上回ってればね 投資した効果よりも圧縮した効果額の方が大きいということですから日本全国の中核市で見ると平均的には突っ込んだお金よりもコスト圧縮効果の方が大きくなっているっていうそういう結果なんですよ。それに比べて長野県はねどうもパッとしないですよね平均で0.54ですから。でね小泉はっきり言ってね 民間に委託すれば民間に委託すればねもっと効果上がるんじゃないかなと思ってたんですそんなの,あの内部でねやってるからダメなんだってあの行政はコスト意識がないじゃんってそういう紋切り型の発想になってましただけどね長野市が出してきた資料を見ますとつ、ね、ぶさんに見るとそうじゃないってことが分かってこれはね小泉本当にあに目から鱗ろもう開かれました これね県内19市の詳細な資料なんですがここね見てくださいこれね県内の中で民間に委託しているのは2市あって効果がなんと0.29なんですよ <laughs> これねだからお役所よりも民間に出したら普通は民間の方が成績良くなるんだけど逆になっちゃいましたっていう のが長野県内見るとねどううもそうなんですよだからこれどういうふうに解釈すればいいのかっていうと長野県にはいい業者さんがいないんですかねっていうそういうふうにでも解釈しないとしょうがないんですけどでその一方ねこれがまた面白くて全国見るとねまた全然違うんですよ全国の中核市の状況見ますとねはいこれ これまた、じゃ、この下の方を見ますとね、中核市合計で、民間に委託するとね、なんと2.26。つまりね、ざっくりした話で言うと、100万円点検に費やしたらね、200万以上も効果、圧縮効果が出るっていうんですコスト圧縮効果が出るっていうんですよ。民間に委託すると平均して。 これすごいでしょうだって長野県のね、じゃあ業者は何やってんのかっていうことなんですけれども。それでね、もう一回ちょっとすみません、こっち見てください。でね、一番びっくらこいたのはね、ここ見てください、この、この、この、津市っていうこの仮名なんですけど、これ都市って、あの、漢字のずいの都市じゃないですよ、これ。あいうえをかき、こうちつけの都市ですからね。これ見るとね、なんと費用対効果が 4.05! ざっくり100万円委託に出したらこれ委託だよねあ直営でやってんだそうそう直営なんですよ自分とこの人件費ですよ100万円給料払ったらなんと400万もねコスト圧縮してくれたってこれすごい職員をねこの津市加盟ですけども抱えてますよねだって長野市は0.51でしょだから8倍長野市の8倍も 一人当たりでこう効果出してるようなね自治体もあるんですよ職員がこれだからね全国って日本ってひどいもんだなって思いましたよねな長野県内だけで調べると分かんないことがね全国で見るとねまたちょっと新たな事件が広がったりするんですよねそしてさらにね長野県だけでは分かんなかったことを一番下ここです これ民間委託と直営の併用っていうのをやってるところもね、7市あるんですよね。これ長野県にはこのパターンなかったです。で、そういうやり方やっても1.19って、まあ1はね、上回ってますよ。でね、中核市平均見てください。どんなね、方法でレセプト点検やったって、1を上回ってるんですよ。ね コスト削減にお金入れたらそれを上回るコスト圧縮ができているっていうのは日本全国の中核市の平均的な状況だっていうことが今回わかりましたよね長野市もねよくねこんな資料自分長野市0.51で何やってんだよって言われかねないような資料をよく委員会に、ね、出してくれてきてくれたと思いますこれねこれやってくれた課長は偉いと思いますよねあの 僕もねそういう職員さんばっかりだったら長野市っていうのはねはっきり言ってもっともっと変わると思いますでねガラッと変わるっていうことをね市長はね僕に言わせれば簡単に使ってますよガラッてから職員もガラッと変わったなって80点つけられるって言うでしょ僕はねこういうことをね議員が議会が言ったら真面目に検証してみるてその発想こそがねガラッと変わるっていうことだと思うんですよね まあこの調査を受けてねじゃあ今,度は今,今後は長野市がどうやっていけばレセプト点検もっと効果が上がるのかそのね研究をしていくというお答えでしたのでまあ小泉はねそこに非常に期待しています。で今回ね小泉ねいろいろ議会で発言しましたけども今回ねこれがね嬉しかったですね小泉の質問で条例もできましたけどもそれと同じぐらい嬉しかったです。 こういう職員、長野市増えてくださーい。お願いです。<laughs>